はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日なんですけれども、前回ね、出しました、こちらの、しょうへいさんの少年野球時代のグローブ。これがね、まあ、ちょっとね、カサカサということで、まあ、僕の方でどこまでできるか、どこまで綺麗にできるかっていうのを、やっていきたいと思います。で、まずね、まあ、先にちょっと、ビフォーを出しておきましょう。はい。もうだってこれね、二十何年前のグローブっつってるからね。はい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 、こんな感じで、もう補給面はね、完璧でちょっとグリスはいけないんですけど、であとあれか、逆巻きにしたりとかっていうのは、まあ今加工的にはちょっとできないんで、本当に塗るだけにはなってしまうんですけれども、綺麗に、また皮が復活できればなっていうような感じで、今回ちょっと塗っていこうかなと思います。はい、じゃあまずね、簡単にちょっとブラッシングで、まあそんなに砂ぼこりもついてないですけど、落としていこうと思います。そうね、砂ぼこりも本当にある意味ついてない状態は、そういうところの状態はいいのかなっていう、一切落ちてこないですからねいいんかな、もう正直こんなもんで。あ、でもちょっと汚れてるな、先が。まあ、この辺ですかね、気をつけるっつったら先ぐらい。よし、 OK です。はい、じゃあ汚れ落としはね、こちらの IP セレクトのモイストリムーバー、まあ、以前もね、動画出させていただきました。こいつをちょっと使ってやっていきたいと思います。一応液体なんですよね、こうやって。なんで、で、ちょっと沈殿化してるので、振ってから、シュシュッと吹きかけて、汚れ落としやっていきます。じゃあちょっとかけていきます。こうやって今みたいにプッシュして、で、まあ、こういうので、落としていくと。汚れ落としもそんなに必要なさそうですね。うん。あ、でも結構落ちてるな。今ここでやってたんですけど、結構落ちてる感じがしますね。本当はレザーローションとかの方が久々に重点的に磨くんだったらいいかもしれないですね。っていうのも、まあレザーローション防カビ効果とかもあるので、もしかしたら、うん、レザーローションの方が皮にはいいかもしれないです、こういう久々なグローブを磨くときに関しては。ただね、今回はちょっと皮を締めたいっていうのがあって、重く柔らかくならない、ちょっと汚れ落としを使いたいなっていうので、このもう一緒にムーバーの方を使っています。そうですね、ちょっと2時間ぐらいかけてがっつり落としたい気もしますけどね。こういうところとかの落ちはすごい、だから黒い部分の汚れは落ちてきますね。うん、ただもうシミ汚れ、こういうシミ汚れはちょっと落ちづらいんじゃないかな。まあ、落ちてないわけじゃないですけど、こういうところはちょっとなかなか落ちていく、落ちてるって実感はできないですね、やっぱ。ああ、でも落ちてるかも、まだ比較的。あ、うん、背面も落ちるね、こうやっていけば。わかるかな。ああ、うん、手に落ちた汚れがくっついてるんで、結構落ちてるんですね、やっぱ。なんだろうな、意外と頑固汚れがこうやって見て磨いてみたら多かったなって感じがします。やっぱ何が大変って、久々のグローブってもう汚れが染みついてるんですよね、こびりついてる感じがするので、まあ感じがするっていうか、もう汚れついちゃってるんですよね。あー、落ちる落ちる、大丈夫大丈夫、全然落ちるわ。ただこれは超重点的にやらんとやばいぞ。だから、ブラシとか使ってレザーローションと掛け合わせて落としていくっていうのが一番いいかもしれないです。こんなもんかな。はい、背面が特に分かりやすいかなとは思うんですけど、まあでもカメラ越しだとかな、まあ頑固汚れは比較的落としていけたかなといったような感じです。ちょっと乾かして、まあ背面がね、ポケットはもうだいぶ乾いてるので、まあ暑さもありますし、背面をちょっと乾かしてるうちに先にポケットちょっと塗っていこうと思います。で、はい、補給面はこっちですね。僕が結構愛用しているザナックスのオールインワンジェル、ジェルタイプのもので浸透性すごくいいので、すごいカサカサ、になってるやつに対して効果を発揮するなっていう風に、感じています。今回は使っていこうと思います。手に今ついてるので、これをこうやって、すごい伸びがいいので、はい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 、ほう、いい伸びっすね。
マジで伸びていく、本当に。で、僕このジェルオイル使う時なんですけど、もうグローブをあまり柔らかくしたくない、時に、まあ、油分が少なめなのでね、まあ、皮と油分ってどうしてもやっぱり柔らかくなる、人間もやっぱり、肌がすごい油ぎっしょだと、柔らかく感じてしまうので、まあ、そういったところであまり、油分が多い、ものに関してはもうある程度、使ってきたグローブに関してはなるべく使わないように、しています。 OK、はい、今塗ってきたんですけど、今ジェルなんでね、今塗った時間もだいたい3分4分ぐらいで、まあ今ちょっと座ってね、重点的に塗っちゃってたんですけど、ある程度、この中もねかなり綺麗になったんじゃないでしょうか。最初カサカサだったのがね、乾燥すると、そんなに、ベタベタしないっていう、まあ塗った時点でもベタベタしてないので、そういったところでね、このオイルすごいいいので皆さんもチェックしてみてください。じゃあちょっと背面やっていきましょう。まあ、背面はやっぱ僕これですね。はい、ラナパを使っていきます。まあ、ラナパのいいところって、まあ、ちょっとね、ちょっと撥水効果、もあったりとかっていうのと、まあ、もともとね、靴磨きとかで、とか、財布にもね、磨くのにも使われるようなものなので、そういったところで、まあ、艶もすごい出やすいっていうので、僕は、まあ、塗りすぎは本当に良くないです。もう本当に塗りすぎは良くないので、たまに塗る程度の時とかは、まあ、ラナパを使ったりとかっていうのをやってるので、これに、ブラシにつけて、ガーって艶出しと、ちょっとね、オイル加工していこうかなと思います。こんな感じで、まあ、ちょっと手に取ってこうやってブラシになじませて、はい、こうやってね、なじませるときにやっぱ、手での厚さで、どんどんオイルを溶かしてっていうのをやっていくといいです。じゃあちょっと背面塗ってきます。うー、だいぶ色戻ってきたんじゃないですかね、これ。なんかこうやって見るとちょっと強豪校のグローブっぽくも見える。こうやって見るとこの角度だと、あの強豪校の、磨いた後のグローブっぽく見えるなっていう。あ、すごい。逆に言うとちょっとしかあんだけしかつけてないので、ないんですけど、あのブラシを使うことによってダマにならず全体にこうやって行き渡すことができるかなっていうふうに思いますね。それがブラシのまたいいところでもあります。で、まああとできればツヤ出し用と、このオイルを、使うブラシはなるべく分けた方がいいですね。あの、まあ、もちろんあんまり、皮にオイル入れたくないけど、まあ、ブラッシングしてツヤ出ししないといけないっていう時なんかは、まあ、避けた方がいいので、ワンドペガサスの 2A のブラシを、あれはマジで本当にどっちも、だからあれをオイルなし用として、取っておくといいんじゃないかなと思います。 OK です。一応じゃあもうこんな感じでだいぶ良くなったんじゃないですかね。まあビフォー多分こっちにあると思うんで、はい、アフターですね。カサカサ感もなくなって、なおかつまあポケットもちゃんとしっとりとさせていていいんじゃないでしょうか。結構自分なりにも良くなったなとはいうふうに思っています。まああとはちょっとこっちに寄っちゃってるので、時間があったらね、ここ逆巻きにして、まああとは紐交換したりとかグリス入れたりとか、っていうのをやっていくとだいぶ変わってくるのかなというふうに思います。まあね、皆さんもちょっと家にしまってあるグラブ、ちょっと引っ張り出してみて手入れすればね、革製品なので全然使えるとは思いますので、むしろ昔のグローブちょっと触ってみて、あ、これまだ使えそう、でもカッサカサだなとか、ちょっと壁生えちゃったなみたいな時に関しては、まあ、重点的にちょっと磨いてあげることによってだいぶ変わってくるのかなというふうに思います。はい、ということで本日はこちらローリングス翔平さんので、ローリングスの、昔の小学校時代のグローブ、を磨いてきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。